こんにちは。佐野原町県民のレポートのシャノンです。今日はですね、佐野原町にある一の宮の神社を紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、まずは八月筒子分神社奥州一の宮に入ります。八月神社の随所門は立派で、江戸時代の中期に建てられたそうです。色も良くて、真ん中の奥州一宮の看板が素敵でとてもいいと思います。はい、これはですね、馬場筒子分神社の本殿です。国指定重要文化財になってます。江戸時代前に建てられたそうです。でもう一つのポイントはですね、こっちにある米犬です。特徴があってとてもいいと思います。天保11年に作られたそうですね。結構歴史があっていいですね。歴史があってとても落ち着くところなので、ぜひ金村に遊びに来て訪ねてみてください。ありがとうございます。